土地と岩の霧土が森土に運搬される大量運搬図1909年土工建設の状況カットフィル用ソフトウェア上からの眺め土量配分とは土地の造成、土工工事において鉄道、道路、または運河などを建設するプロセスにより生じる土の掘削土と森土の分配作業霧土からの土材料の量を現場の堤防を作るのに必要な森土量と ほぼ一致させればそれだけ建設労働量やコストを最小限に抑えることになる。堤防や路床盛土などと構造体の切り戸の利面は2対1の工場よりも大きく作成されることは滅多になく、おのずと切り盛りの配分が計画決定される。道路または鉄道時期をオープンカットで施工の場合部分は道路が 周囲の地形よりも標高が低いという特徴を生じさせるが、運用の観点からは、道路の切断面に関連した独特の環境影響を考慮するためである。例えば、大気汚染物質はカットによって作成された国に集中する可能性があるが、逆に、騒音郊外は切断された部分によって軽減され、これは、車道の設計が落ち込んでいるために、視線の音の電波が 効果的に遮断されるるためである重点部分は道路またはトラックベッドの効果部分として現れるが、重点部分の環境効果は大気汚染の分散に関しては一般的に好ましいが、音の電波の問題では一般的に近くの居住者へ漏れが増加する。こうした土地では音壁やその他の形態の音同閉塞があまり効果的でないためである。 森土埋め戻しを実施する理由には様々なものがあるが、その理由には、ルートに沿った、銃弾勾配、水面、沼地、または、雪の漂流が頻繁に集まるエリアの標高の問題があり、木の切り株、岩、または、不安定な土壌を覆うためにも利用される。その場合、道路、または、鉄道の重量を支え、差のある沈下を減らすために、より高い支持力を持つ材料が、 障害物の上に置かれる。カットフィルは、イギリス諸島全体のなだらかな地形に沿って、地を構築するために広く利用されてきた、要出展。第二次世界大戦の終わりに、アイルランドの帰還兵のための新しい住居地で後に、行われたが、アイルランドの鉄道エンジニアラクラン、J. ボランによって開発される。ラクラン地、ボランは、住宅建設に、鉄道導入する際に、 ことの利点を理解していたのである。カットとフィルを計算するために多くのソフトウェア製品が利用可能。簡単なアプローチではソフトウェアプログラムで様々な度工機能を定義し、標高を手動で調整して最適な切り度と盛り土を計算。より洗練されたソフトウェアはカットとフィルのバランスを自動的に取り、材料を考慮することができる。これを行うことができるソフトウェアは、 土木工事推定ソフトウェアの広いカテゴリーに該当。ありがとうございます。